はい今回は「文字と式」を勉強します。さあ早速問題をやっていきます。1冊200円のノートを x 冊と90円の消しゴムを1個買う時代金を Y 円とします。ささ番のの問題です X と Y の関係を式に表しなさいという問題です。 さあどんな式を作ればいいいのか考えていきましょうさあ、ここでノートの値段と消しゴムの値段を足した時に代金になるということがわかりますかさあそんなふうにね式を作っていこうと思います。まずはノートの値段ですが例えば例を書いておきました。 例えば200円のノートを3冊買った時の値段をどのように皆さん計算しますかそうですね。1冊あたりの値段200円にノートの冊数をかけて600円。そんなふうに、えー、ノートの値段を出しましたね。はい。ここでも同じようにやっていきたいと思います。ただ、ここではノートの冊数は X 冊です。 さっきは 200×3200 200円のノートを3冊今回は200円のノートを x 冊ですからここが 200×x これでノートの値段を表したことになりますそして消しゴムは90円のものを1つですからそのまま90円90書きます、は。い 足して代金ですから代金は今 Y ですよだからここは Y こんな風に X と Y の関係を式で表すことができましたさあ次は2番ですさあそれでは括弧2番の問題ですノートが12冊のとき代金を求めなさいという問題ですさあノートが12冊となっていますノートの冊数これは さっきの式の x で表しましたねだから12冊のところを x に入れて計算をすれば代金が求まりそうですさあ式を立てていきますノートの冊数12冊なので2 0 0るこの x のところが今度は12となり足す90が 代金の y になるよという式になりました。さあ、あ計算していきますよ。ここで y 代金は200かける12。はい、これで2400。それに90を足して2490。代、はい、金は2490円とわかりました。 さあそれでは次の問題です。カッコ3番今度は代金の方が分かっていますね。代金が1,290円の時ノートの冊数を求めなさいという問題。さあ代金というのはさっき y で表していたのでさっきの式の y のところにと書きます、はい、ここで x を求めていくんだけれども。 この式が少し複雑ですね。そんな時は、四角を使って簡単な式にするという工夫をしてみましょう。ここの部分を四角として、こんな式を作ってみました。そうすると、四角たす九十は千二百九十。ちょっと式が簡単になりましたね。 はい。この状態で四角はいくらなのか求めます。四角と90を足して1290だから。四角っていうのは1290から90を引いたものだとわかります。そして四角が1200だとわかりました。はい。この式はもうこれ以上簡単にできませんね。そしたら、この四角に元あった 200×x を戻します。さあ、四角に戻しましたよ。 この状態でまたさらに x について求めていきます,200に x をかけてですだから、x、は1200そうですね割る200で求めることができてこれは x は6だとわかるだからノートの冊数は6冊ですとこんなふうに求めることができます さあ四角を使う式や文字式を使って工夫して頑張ってみてください。